今回紹介するのは、宇宙から恐怖がやってくる、地球滅亡9つのシナリオ、という本です。結構タイトルで損をしている気がします。このタイトルですと、なんとなくオカルトやニューサイエンス、超常現象まがいの恐怖神話が紹介されているような誤解を生むような気がします。しかしながら、 この本はそのようなものとは全く趣きをことにした一書です。一言で言えば宇宙物理を平易に説明している本です。そして星の生成・崩壊特に太陽の老後についても詳細にページが裂かれており恒星の行く末や太陽系の活動がどのように地球の生活に影響を及ぼすかまた及ぼしてきたかを解説しています。 特にガンマ線バーストについては興味深い記述がありとても勉強になりました。太陽系が銀河系を回転していることは周知ですが同時にその銀河面を6400万年を周期に上下運動をしており320ページ前後銀河面の上に出た時に地球に壊滅的な影響が起きている。 でもその因果関係は定かではないというのは初めて知りました。本書はまず各チャプターで主題となる小惑星、超新星、ガンマ線バーストブラックホールなどなどが直接的に襲ってきた時に地球で発生することを物語風に3ページ程度で書いてその後科学者としての著者の解説が進むという形式をとっています。いずれにしても オカルトや超常現象を売り物にした金儲けだけの本では全くありません。時間的スケールを明確にしつつ、その時何が起きるのかを丁寧に紹介している、とても上質な本だと思います。おすすめです。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら。 チャンネル登録をお願いいたします。